はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。今日僕がご紹介するのはこちらです。ゴミ箱ですね。何のゴミ箱かというとね、ただのゴミ箱じゃないんですよ。蓋付きのゴミ箱なんですけども、なんとこの蓋がセンサーによって反応してパカッと自動で開くっていうゴミ箱なんですけど、まあここにこうやってパッて手をかざすとこうやって自動で開くっていうこれだけなんですけども、これがなかなかねいいんですよ。センサーに反応して開くんですよね。でここに数字が出てくるんですけども、これが3秒数えてくれて、3秒経つと自動的にパタッと閉じるんです。もう一回やってみますね。3、2、1と、それでパッコッと、はい、こんな感じになってます。これがなかなかね面白いですね。まあなんてことはない、あのセンサー式のゴミ箱なんですけど、これ結構面白いです。ただね、ゴミ捨てる時に毎回ね、ゴミポンって捨てる時にこのパカッて開く動作がすごい可愛らしくて、ゴミ捨てるのが楽しくなるんですよね。ゴミ箱ってやっぱり蓋がついてた方がいいと思うんですよね。蓋ついてる方がゴミの匂いもしないですし、清潔だし、あと捨てる時に蓋付きだとね、センサー式じゃないと蓋を開けてっていうのがあるんですけど、その手間がないんですよ。だから手を直接触れることないから、すごいね清潔だし、なんかね生ゴミとか捨てるのもすごい楽ですよね。で捨てた後はパカッて開いて、捨てた後は勝手に閉じてくれるから生ゴミの匂いとかもないので、あのキッチンのゴミ箱としてもすごいいいと思います。みるみるランド、これ大きさは24リッタータイプなんですけども、高さが43センチです。じゃあね、この中がどうなってるのかっていうのでね、ちょっと開けてみますけども、まあ、この蓋の部分だけこうやって外れます。で、ここに電池があるんですけども、単4電池2本で動きます。で、ゴミ箱のボックス本体がこんな感じですね。中にこうやってバケツが入ってます。で、ここに袋をかぶせて入れると。で、ここに、穴が開いてるんですよね。なのでこの余った部分をですね、ここの穴にこうやって入れることによってすっきりと収納できますよってことですね。で、こうやってきれいに、入れることができます。で、持ち手の取っ手もあるから出し入れもしやすいです。はい、こんな感じですね。見た目もすごいねシルバーで、これあのおしゃれです。インテリアとしてもちょうどいいですね。はい、というわけでセンサータイプの、蓋付きゴミ箱ですね。これね、何気にあるとね日常がすごい楽しくなるので、ぜひねゴミ箱、これから、引っ越してゴミ箱欲しいよっていう人はこういうのもあるといいんじゃないかなというふうに思ってるので、参考になればいいかなというふうに思ってます。というわけで今日はセンサータイプのゴミ箱のご紹介でした。では。